します。そんなところに足通してぶつからないようにしてくださいね。ぶつかるわけないじゃないですか。この間ちょっとぶついた、うん、大丈夫、大丈夫ですか、ええ、段取りがいいこと、やる気十分ですな。そうですね。いつもやる気は十分か。いつも十分ですよ。寝るな。立ち寝しないでよ。はい。寝てても喋ってる。すごい。ちょっといい感じだよね、今日はね。そうですね。うん、夏の今からをスタートして、うん、今日まあてんこ盛りでも。あの入会したわけではないんですけどね。そうですね、まあでも、うん、ちょっと今、うん、いいんじゃないみたいなやつが入ってきたので ね、うん、そうですね、もう気が早い部分にはいけんじゃないみたいな感じのまあ少しずつ、はい、提案ですね。楽しみに見ていただけるかなと思います、うん、じゃあそろそろ始めますかね。はい、はい、では皆様こんばんは。こんばんは。シマーク自由が丘店のミニインスタライブ、はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて今日のテーマ、うん、マレーラ、イブルース、はい、マークケイン、はい、いよいよね少しずつですけど、はい、入ってきてて、うん、まあ実際今夏っていうことで、うん、まあ夏と秋をミックスさせたコーディネート、うんうん、まあだんだんとなんて言うんでしょう、夏といってもなんかすっごい真夏っていうよりかは、まあどっちかっていうと、まあ晩夏から初秋にかけての今から買っても良い良いっていうか、なんて言うんでしょうね。もうだって今日あの2号店、あの箱を開けた途端に女王、これ欲しいんですけどいいですかって言うから、ごめんごめんダメっつって断っちゃった。さすがに、うん、2つ3つもうすでに今日出てきましたね。目を光らせてますね、うん、あのこのライブご覧の皆さん、しっかり見ていただきたいかなと思いますね、うん、そうですね、うん、まあ一番最初は、まあ、もう本当に今、はい、すぐ着れる感じの夏の感じからスタートしていて、はい、まあ、だんだんと秋の方に、うん、フェードアウトじゃない、うんうん、そうですね、フェードインしていくような感じでの、はいはい、まあ、進み方を今回させていただきますね、うんうん、そう今回全部で8くらいあるので、うん、ちょっと急いでやりましょう。ね、そうですね。しかも秋冬ものはぜひバババって、うん、もう着れそうっていうかね、着れないけども着れそうっていうね。そう、着れないやつから、はい、まあ、着れそうなやつまで、はい、まあ、徐々に段階踏んで見せていこうと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速これは、春夏。そうですね、春夏もマレーラの朝100だったかな、はい、そうです、朝100のワンピなんですけれども、はい、ちょっと今、うん、まあ、この分量感とか、うん、まあ、生地感含めて、うん、なんて言うんでしょう、ワンピとして着る感じが、うん、まあ、今、うん、夏として着る分にもこれからちょっと秋に向かっていく分にもすごい、うん、なんて言うんでしょう、タイムリーで、うん、でもこの先々、うん、朝だけど着ていける、うん、次のシーズン、うん、なかなかいいんですよね。なのですごくいいなって思って、ここ何日間、昨日は割とこれ3人ぐらい試着あって、まあ実際売れなかったんだけど、うん、何か今この瞬間にすごく目を引くみたい。そうですね、何か感じるところがあるので、うん、はい、まあディスプレイもさせていただいて、うん、まあちょっとねブログの方にも紹介したりとかあったりするんですけど、うんうん、そうですね、はい、まあその部分でちょっと巻きではいくんですけれども、うんうん、今すごくいいです、うん、おすすめってことだよね。そこの朝100なんですけど、うん、なんていうの、全然シワの感じ気にならなくて、なこの張り感と、うん、まあ柔らかさ、うん、この柔らかさも特徴なのかな、柔らかすぎず、うん、生地がね全体的に大分量だから、うん、流れるような感じ、張りはあるんだけどね朝だから。そう、本当今言った通り流れるような感じで、うん、
あとサマーコートみたいな感じで軽くロングの羽織物という感じで使える部分の良さもあると思います。そうですね、広くなってるんですけど、はい、こうやって一番下まで、はい、こうやってボタンで外れるようになってるので、はい、本当ロングのコートの感じで羽織っていただくことも可能ですね、うんうん、まずこれは今日のおすすめだね。今日のおすすめ、うん、今日明日着るタイムリー、はい、で、まあ中はちょっとまあさすがに朝なので大丈夫ですか、はい、ね、なんか、うん、中にウールとか着ないと思うんですけど、うんうん、普通に着るかいや、まあただ羽織として着る分に、うん、タンクトップにもう本当にあのパンツとかショートパンツとか、うん、あのスキニーなデニムとかそういう感じの上から羽織るような感じで普通に、ね、そうするともう少し先のシーズン、うん、割と長く楽しめるワンピになってるのでおすすめですね、うんうん、っていうか割引をひっくるめてスーパーおすすめ。そうなんです、うん、春夏、はい、基本春夏ものなのでこちら、はいはい、セールさせていただいてますね、うんうん、綺麗なんだよね、うん、じゃあもう早速お値段いっちゃいますかね、うん、はい、いっちゃいましょう。いや朝100のワンピで、うんうん、そうこのシャツ襟の感じもかかるんですよね、うん、こちら59,400円が41,580円になっております、はいはい、税込みです。結構おすすめです。いや本当本当急におすすめです、ね、なんとなくこう売り場の中で消えてた感じがあるんだけどそれがついてたりして、ね、そうですね、この長さとこの分量感っていうのがちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、少しね重い感じしてたけどね、逆にその重さも重さっていうかねそれの感じとか、うん、全体の分量感ひっくるめていい感じ、こっから着るのにね、なんか今とても目につくワンピですね、はい、そうですね、おすすめです。はい、おすすめです。じゃあ、はい、早速1本目はこちらで失礼させていただきますね。秋冬の一部ですけどね今日は、うん、結構いっぱい入荷してるんですけれども、マークケンがちょっと全然入荷がなくてね。そうですね、うん、2号店もこっちもたったマーク券 3、4店しか入ってなくて、マレーラがすごかったんですけどね量が、うん、なので今日はマーク券をメインでやろうと思ったんですけどマーク券の入りが少なかったので。そうですね、はい、ちょっとね、うん、ワクワクマレーラを中心に見ていただきたいなと思います。はい、って言いながらまだ引っ張る、うん、これもずっと評判が良くて、うん、なぜか売れない。でもこれはちょっと今から着るのにめっちゃおすすめ。今めちゃくちゃ魅力的ですね、はい、これも、はい、こちらマークケンのワンピですね、うん、ちょっと脱がしとこう、うんうん、その方がいい。これはいいんだよね。昨日これすっごい気に入った方が迷いに迷ってフライガールのワンピースにされたこっちの方がいいんだけど3倍違うとか言って値段が3倍は大きいとか言って、そう、ね、フライガールはね、うん、そうリーズナブルなので、はい、まあちょっとね余談ですけど、はい、もしよかったらぜひ汚なきコメントをいただけたらと思いますね、うんうんうん、本当に本当に、はい、こちらマックキンのワンピですね、うんうん、上が、うん、テレコみたいな生地になってて、うん、こっちが不白 の、 あの切り替えになってるワンピですね、はい、上下じゃないです、素材です。ほとんど同じにしか見えないけれどね、ここまで色の感じが似てるっていうのはすごいですよね、うんうんうん、上がテレコってことは汗をよく吸うんですね。そうですね、はい、今これやってるんであれなんですけど、うん、ここの、うん、襟ぐりとかここの袖のライン、うん、とっても綺麗なんですよね、うん、いやマジでこれからの時期に最適だねこれ。いやこれ本当またすっごい目に留まるようになってきて、うんうんうん、もうこれはぜひ紹介しなきゃって思って、うん、なぜか本当に七不思議に1枚はすぐ売れたんだけどね、これだけがずっと残ってて、はい、ちょっと売れなさの七不思議、売れなさを最近ちょっとこうネタにしてるわけじゃないんですけどすっすごい評判良くて、はい、なんか気に入ってでも他のになっていくという今まではね、でも色目だったと思うのねこれ、うん、まあその部分はちょっとあるかもしれないです、うん、ちょっと、うん、まあ黒地に、うん、カーキのラインの柄使い、そうそう秋っぽかったんだ、ね、
少しそれはあったかもしれないです、うん、まあ、春から夏にかけての部分ではすごい良かったですけど、うん、夏が急に気温上がっちゃってっていう部分はあったのかなっていう思いますけど、うんうん、まさに今から着るあの秋物のワンピースって感じ、うん、ほんとそんな感じですね、うん、だからこれはもし気に入っていただいてる方いらっしゃったらスーパーラッキーですよ。そうですね、今、うん、本当に今おすすめ。あ、これ買いました、ストールトとすいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、買っていただいて申し訳ない部分でこちらね、そうそう、買ってもらってて申し訳ないんですが、はい、そう、セールにさせていただいておりますので、はい、ね、そこ申し訳ないです、ちっちゃい声です、すいません、うん、ただその分楽しんでいただけてるんだと思いますね、うんうん、気を使っていただいてる、色違いかなって一緒です、残念ながら、すいません、すいません、はい、でもこれはめっちゃいいですよね、うん、これからが大活躍すると思う、うん、さらにね、いや本当、うん、ね、ストールまで合わせて使っていただいて、はい、もう本当これからバッチリなので、はい、ね、今店舗の方にはストールないですけど、このワンピがすごいいい感じで、はい、このテレコの部分が綿とポリウレタン、綿94なので、本当さらっと汗吸ってっていう生地ですね、はい、で、まあ、一応羽織の部分でこれから着ていくっていう部分も考えて、ちょっとこちらまで羽織ってみましたというところですね、はい、そうですね、あと右手に持ってるバッグ、もうこれも2年越しにずっととやってるんですが、うん、3年目に入るのかな、3年目いや2年、丸2年か、とにかくにだいたい5個から10個入荷、うん、まあ、追加オーダーしてるんですけど、一瞬で売れて消えていく、まあ、まあ、よく売れるバッグ、代表版のバッグ、これはもう大ヒットですね、シマックとしても、ちょっとこのコロッとしたフォルムが可愛いですけど、うん、はい、このなんていうの、ビス打った感じ、はい、これでちょっとハードに見せていただいて、なんかバランス感覚のいいバッグなんですね、うんうん、かっこいいんだよね、いいよ、ハードなんだけどちょっとハードじゃないというか優しい、そう、優しい、女性らしい感じで、うんうん、はい、羽織で雰囲気変わりますね、だいぶ変わりますよね、うん、だいぶ変わる、せっかくなんでお袖まで通しておきましょうか、袖、うん、通しても君の場合は変になるよ、そっか、はい、まあこれはあれ長袖じゃないので、うん、よいしょ、そこに肘までの、はい、そうね、使えそうなジャケットだけれどね、そう、ジャケット、うん、なんですよね、うん、なんかブラウスのようにも見えるけど、うん、ボタンの数見るとジャケットかな、うん、みたいなやつなんですけど、うん、はい、はい、このサラッと感で合わせていただくと、はい、まあ今、はい、着ていいしって、はい、まあ、少し先の季節も、はいはい、なんかこのコーディネートからなんか想像させるっていうか、うん、はい、今なんだけど次の季節を感じるみたいな、うんうん、そんな感じに見えるんじゃないでしょうかっていう、特にこのワンピース上着は今これを着せてると夏って感じになるし、うん、あの上着の感じがもう秋冬もうカバーのジャケットとか、ね、普通にあのデニムのジャケットとかグラスぐらい羽織ってたら、うん、もう秋モードになるもんね、なりますね、うん、そういう意味でもおすすめですね、これ、革のジャケットもあったらかっこよさそうですね、はい、今はないですけど、はい、じゃあちょっとお値段いきますね、はいはい、一応こちらの羽織が フライガール、うん、噛んじゃった、うん、フライガールの04朝のジャケットですね、はいはいはい、こちら2万2000円が1万5400円になっております、はいはい、税込みです、はい、でこちらのマークケインのワンピー、はいはい、こちら4万7300円が3万3110円になっております、はい、うん、申し訳ないです、うん、はい、ただ、うん、めちゃくちゃいいです、うん、いいよね、おすすめです、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、はい、巻いてくんないとちょっと大変、巻きで、うん、あ、そうだ、次はあれにしようとしてた、どれ、その新しく入ってきた
それか、うん、じゃあそのまま使う、うん、あマネキンどれが使いやすいの。まああれワンピとスカートなんで、うん、このままちょっと、あそうか、はい、少々お待ちください、はい、すぐ着替えさせます、はいはい、なるほど。マークケンの後にマークケンの秋バージョン、そうこちらね、はい、入ってきました。ちょっとね、マークケンとマレーラ今回死ぬほどオーダーしてるんですよ、うん、コレクションが良かったので。ただ今日の入荷ちょこっとでした。あんまりなかったですね。はい、はい、意気込んでライブのテーマを決めて、そう照れた。あれ、はい、最近ずっと言ってますけど、このポロ襟風、襟がこのポロ襟になってる服、ワンピースに関してはずっと気になって、うん、はい、皆さんにもちょっとしつこいぐらいおすすめしてるんですけど、やっぱりね、このニットっぽい感じの、ニットか、ニットのポロ襟いいですよ。いいですね、うん、すいません、出したてだったもんね。うん、いやいや、もう単純に綺麗。しかもなぜかブルーでトリミングしたような感じのロゴになってますね。ここね、はい、スポーツって入ってるのかな。こちらスポーツって書いてありますね、はいはい、そう、マークケインのスポーツのワンピ、うんうん、夏の襟の感じもそうだけど、そうですね、このポロ襟の感じ、うん、すんごい綺麗なんですよ ね。ここの自然と、うんうん、このくびれのラインとか、はい、まあ、A の綺麗なラインとってたりとか、はいはい、まあ、このポロの感じもそうですし、うん、袖のところでちょっと切り替わってもいるんですけど、うん、そうですね、そうですね、これ背中がちょっとポイントなんですね、はい、じゃあ背中を見せていただきましょう。よいしょ、よいしょ、あ、こうやって、こうやってスポーツって見えます。おお見えますか、なか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 で、切り替えになってんのね、背中のところが。で、そこで、そう、ここが、うん、ここはまた何生地っていうの、ストレッチの効いた生地になってて、うんうん、まあ、背中曲げたり、肩上げたりの部分はすごい楽ですね、うんうん、で、はい、こうやって後ろから見るとなんか、はい、スカートとトップスなのかなって一瞬見えたりもする、うんうんうん、いやいや、綺麗綺麗。いつもだとこのスカートのウエストの部分に使ってたりする、うんうん、このゴムを、うん、あのもうワンピのウエスト部分につけて、はい、そこから切り替わってますね、はい、ちょっと楽しい、うん、楽しいね。あの特にマーケンのこの辺のシリーズは毎回そうだけど、着てもらうと絶品さが分かるんだよね、うん、一段と。そうですね、うん、はい、前に向かして、はい、でもこれにそのバッグはそのまままた似合うね、うん、これはこのままありますね、うん、で、これワンピースはこれだけかな。そう、うん、他にあるかと思ったけど、うん、ワンピはこの感じで、うんうんうん、でもいいんじゃない。そのブルーが効いてるのね。そう、ブルーが効くんですよ、うん、スポーツの、ね、ちょっと真正面だと見えないんですけど、はい、この感じでトリミングしてる。で、はい、まあこれだとまあ、スカートももちろんいつものごとくあるので、これで見てもらうといいかな。こういうあの背中で切り替え使ってたのは今回こういう感じになってますね。またいつもとちょっと違った感じで、スポーツって書いてあるのをじゃないよしてますね。じゃないよしてます。そうで、ちょっとこの黒の真ん中の線の周りがちょっとラメラメした感じになってて、うん、はいはい、アフターゴルフにぴったりですね。あ、うん、バッチリですね。バッチリです、綺麗です。で、こういうちょっと自然なこの水色の入れ方とかがなんか絶妙なんですよね、うん、ムーブしてますね、うん、ムーブって書いてある。おそらくそうですね、うん、で、背中っていうかお尻のところは、うん、あのストレッチの生地になってますね、はいはいはい。で、まあこれがあるっていうことは、はあ、もちろんジャケットもございます。いやらしいね。こちらまではね、もう、はい、いつものごとく、うん。これはもうこれまでなきゃダメでしょみたいなね。ね。はい。い
いやーね、このブルー聞いてませんでしょうか。黒白のこのゼブラ風の変形のアニマル変形、ゼブラ変形にブルーを刺すという、うん、ちょっとめちゃくちゃかっこよくないですか。もうこれだけで決まる。めっちゃかっこいいですよ。そう、これ裏地のところがこういうちょっと青の、うんうん、反転柄みたいな、はい、まあこっちもそうなんです、うん、もともとそういう字で作ってるんですけど、そのブルーをあの出すために、織り出すために裏を見せてください。あの、そうです、ね、はい、ここね、はい。これ裏地なんですけど、皆さん、うん、あのお分かりになると思うんですけど、ブルーを表に織り出すためにこういうふうに糸をかましてます、うん、こういうね、うん、すごいですよね。インター車ではないんですけども、手法としてはそんな感じになってますね。そうですね、はい、糸を交錯させながらこういう感じ、はい、かっこいいです。で、背中は今回背中は全部この感じで統一してますね、うん、はい、まあ、背中はすっきり見せつつ、ちょっとあの横とかこういうお袖の部分でちらっと柄見えて、うんうん、はい、あれ何かしらみたいな、うん、でこのワンピースのこれのコンビセットはなんかいいね、新鮮で、めちゃかっこいいです、うん、イメージ的には先ほどのタイトルね、そのパーカー王道なんだけれど、うん、ワンピースと合わせるこの、そう、ワンピースの合わせすごいんですよね。しつこいのにしつこくない、うん、勝手な感覚ですけど、まあ、やっぱり同じ柄っていうのと、うん、こういうちょっとしたこういうポロの襟だったり、はい、こういうフードもあの背中と同じ素材で、素材の切り替えがあったりとかで、多分そういう一つ一つであんまりうるさくなくなってるのかなって、うん、秋物ワクワクしてきましたね。なんかこの後ごめんそれリーチって言いたくなるやつが立て続きますよ。引っ張る引っ張る引っ張る、うん、まあでもそれくらいいいものは結構入ってまして、はいはい、ええ、ちょっと楽しみにしてください。この後の後の後ぐらいまでここから続いていきます。あんまりね秋冬にならないように、そうですね、はい、気合い入れたら場面によったらもう切れるよっていうね。そうですね、気合もあんまりいらない感じ、うん、ただもうこの感じだったら、はい、まあジャケットなしのこのワンピの感じで、うん、もう今は、うん、そのまま外出ていただけるのではないかなって思います。ちょっとそのスカートとそれでちょっと着せてみたらどう。あ、この上下、うんうんうん、パパってパパってこのシリーズはやっぱり綺麗だもん。そうですね、うん、なんかいいよね、スポーティーなこの路線っていい味出すよね、ま、あのマルケンね。いや、本当本当にいい。はい、いいのよね。あと形綺麗だもんね。いや、本当めちゃくちゃ綺麗ですね。ここにタイトは絶対お尻抜けないしね。そうですね、はい、で毎回こういうシルエット自体、うん、同じで作ってるはずなんで、ね、シルタイトガッツガツのね。そう、このねブルーがなぜか効いてるの不思議だよね、この感覚。想像つかないよね、こういうのがね、うん、普段勝手に自称天才なんだけど、たかが知れてんだと思うのは、こういう感覚に関して全く反応できない。黒がないな、あ、うん、いや、すごいな、どうしてこれにブルーを刺すんだろうとかね、そこの部分は想像できないけど、うん、刺された結果としてのこれをアートとファッションアートとして見るならば、もうすごいすごいすごい。自由が丘は1号、今回はあのどうだったっけ。これ2ですね。2だよね。今回はあれです、なんだっけ、目白自由が丘ひっくるめて全部サイズを2にしてデザインを横を広げたんだっけ、共通してったっけ、共
共通してるやつもありますけど、はい、基本的には、うん、あれ店舗によって少し入ってるものが違ったはず、はい、だよね。あの今回は、サイズを全部、目白も自由が丘も2サイズにしまして、うん、でその中でデザインバリエーションを増やそうよということで、それぞれに自由が丘店っぽい感じ、自由が丘店で打ち出したいもの、目白で打ち出したいものっていうのを一部入れながら、共通しているものが6割ぐらい。そうですね。うん、で共通しているものに関してはサイズを展開してたはず、うん、そういうことかじゃなかったでしたっけ、うん、オーダーしててもう忘れてる、やばい、もうね、半年くらい前になったので、はい、忘れちゃって、うん、自由が丘であの2サイズが入ってるものに関してはきっと自由が丘って感じだね。でもこれは入ってたよ、うん、これ目白にありました、うんうん、おそらく。あ、本当ですか。いや、見てないけど他のやつで女王が大騒ぎしてたから、あそっちのダメダメダメって今回はダメです。あ、そう、すいません、はしごしていただけると理想的です。両方見ていただけるとありがたいです。そうですね、はい、重複してるのと重複しないようにという部分で今回ちょっとお楽しみ分けしてるんでね、うん、そうですね、はい、あー、いいね。なんか着てるとここのラインもまた面白いですね、うんうん、上まで上げてみる、ね、これ上まで上げるとここ首元が、 あ、いいねいいねいいね、 ここですよね、うんうん、それそれそれ、あ、色気ある、あ、これいいじゃない。ちょっとタンマめっちゃ綺麗これは急にマニアックなっちゃう、うん、急に写真撮りたくなる。画面隠さないでくださいよ、はい、ちょっとぶつかる、あ、これいいな、はい、すごい。あれここジップのサイドグログラになってるんですけど、うんうん、あの波全く打ってないで、うんうん、そのまま完璧完璧完璧綺麗に立ち上がって、うん、完璧持ってますね。完璧着せるとまたパーフェクトパーフェクトパーフェクト、これは、うんうん、もう着れちゃうんじゃない35度じゃちょっとしんどいかな35度はきついかな、うん、でも平気だよ、なんかわかんないけどちょっとずっしり感があるから車で移動する人はそうそう、あ、そうですね、うん、そう、ここはい、うん、めちゃくちゃ綺麗です。で綺麗、いいですね、うん、めっちゃいい。でジャケットの裾もこうやって、うん、これジャケットの方なんですけど、うん、この、うんうん、ゴムの使いしてますね、うんうん、いや綺麗、いいですね、うん、よい、やっぱり着せて正解、うん、これはもうね、そうそうそう、マッケンワールドです、うん、そう、ちょっとマニアックなってきたので次行きますね、はい、はい、次行きましょう、そう、はい、で、今回はあれ、うん、また少し戻ったのかな、このジップの、うん、このタブが、うん、この丸いやつになって、これもなんか、はい、なんでしょうね、クロニッケルじゃないですけど、はい、光り方綺麗なんですよね、うん、クロニッケルで、クロニッケル、うん、そうです、そんな感じですね、はいはい、いやこちらマッケン、はいはい、このゼブラ柄の切り替えの入ったワンピーが、はいはい、7万1500円になります、はい、いい値段ですけどスペシャルです。めちゃくちゃいいです、ね、めちゃくちゃいいよねでこちら、はい、ジップアップのパーカー、うん、うわこれいいな、いやこちらは7万1500円ですね、うん、ワンピと一緒、わお、うん、いい値段だけどかっこいいこれで下はあの なんだっけ、スポーツウェアみたいなさ なんだっけ、こうちょっとボンディングみたいな感じの黒いパンツとかね、あなんとかアーマーとかさ、あの辺であるなんとゴルフウェアかな、あスポーツウェアのさなんとかアーマーとかいうあたりも出てるさ、はい、あのアディダスとかなんとかアーマー、うん、あのちょっとボンディングした感じの、
光沢のあるさ、ゴム引きのパンツみたいなやつとか、うん、あーなるほどね、スポーティーな感じもがっつりとね、うんうん、ニューヨークの街並みに人がいそうこちら、はい、ゼブラ柄のタイトスカート、はい、こちら 34,100 円になります、はい、タイトになると急にリーズナブル、安くないんで高いんだけどね、安くないけどなんとなくリーズナブル感を感じるのは何でしょうね、はい、うん、よし、じゃあ次行きましょう。はい、次行きます、はい、めちゃくちゃおすすめです。はい、さあ、なんかね、アートこのコロコロバッグ、うん、そうだ、こちらが 15,400 円になります、はい、まだお持ちでないあなた、うん、いらっしゃったらこれめっちゃおすすめです。そう、こうやってリュックとして使えるのはもちろんなんですけど、はい、こうやって肩掛け用のやつがついてたりとか、うんうん、ね、あとしれっとこれ、うん、あのキャリーケース の、はいはい、あの持ち手のところに引っ掛けて、はい、引っ掛けられますね、させられるようになってますね、はいはい、急に通販、うん、いやいや、うん、でもかっこいいねやっぱりね、ねえ、はい、ほんといい感じ、よいしょ、はい、何気にもうね、ニットも今日はこっちにはマレーラで 7,8 枚入ってるんだけど、これだけでね、今やっぱり使いたいっていうのね、はい、あごめんなさい、どれ次、あ、そっちか、まあ、次こっち、あ、順番があるのね、あれ、だんだんと季節を進んでいきたいので考えてるんですね、はい、そういうことか、そう、季節を刻んでいきたいんですよ、夏から秋に、はい、イメージだ、はい、これはパンツですね、そう、これは、はい、イブルースの、イブルースね、いい味パンツですね、うん、かっこいい、そう、これ、はい、これ柄は後で見せないと、うん、見えないと思うんですけど、そのベルトをちょっと外して、ちょっと重たい、うん、重たい、一応そのない方がパンツのシルエットが見てもらいやすい、そうですね、じゃあちょっとここ上げてみて、はい、ここは、いやいや綺麗なパンツ、このインビルムラインとか、はい、この、はい、こうやってスナップからジップになってます、はい、ここがすっごい綺麗に入ってて、はい、でここはセンタープレス入って、はい、ちょっと、うん、裾広がり、うんうん、パンツサロンではないです、パンツサロンですね、まあ、そういう感じのシルエットになってるんですけど、はい、うん、膝上で絞って膝のところからはもう広げてますですね、はい、このシルエットめちゃくちゃ綺麗、はい、綺麗ですね、あれ残念ながらハンガーにかかってると少しわからない感じの、うんうんうん、ただ履かしてみて、うん、めちゃくちゃ綺麗でした、はい、このライン、うん、横の方が見えるのかな、はい、ちょっとこの感じかっこいいよね、このパンツのシルエットがすごい綺麗ですね、しかもそれジャージー風の素材です、そうですね、はい、ジャージー感、あのレイオンポリウレタン、そんな感じ、レイオンナイロンとか、うんうん、レイオンポリエステルナイロンポリウレタン、まあジャージ生地ですね、あの折りがジャージでしょ、はい、うん、クラシックな感じですね、昔からある感じの折りですね、はい、ただ色が綺麗です、そう、このちょっと色味がね、が細かくて、はい、画面越し見えないと思うので、はい、ちょっとはい、物理的に近づきます、はい、見てください、あの本当にこうクラシックなジャージ素材ですね、生地は割と厚みでがありますけどもたつかないです、その厚みが、うん、柔らかい、これ青いラインまで見えてますかね、はい、見えてます、これ黒地に、はい、この白はよく見えると思うんですけど、はい、ひし形になるように青いラインが入ってるんですね、はいはい、そう、この青が、はい、なんか綺麗なんですよ、綺麗っていうかかっこいい、かっこよく、あとこの素材感がね、これでワンピースとかもあったんだよね、これから入ってくるんでしょうかね、うんうん、入ってくるよ、オーダーしてるの、いや単品で来るとあれそうだったっけ、あ、そうそう、そう、今回に関してはね、届いたのパンツだけだったので、うん、これから来るんでしょうかね、はい、これから8月中旬までにどかどか入ってきますけど、ある意味残念ながらっていうか、皆さんにこう不足感を、うん、
訴えるわけではないんですけど、はい、サンキさんがあのマリエラ、イブルース、マッケイン、うん、他のブランドもひっくるめて今まではある程度あの契約の中でマックス・マーラー社と契約の中で、はい、ある程度の金額設定してあのオーダー受注が取り切れない部分のものであったとすると取り金額であの余分にあのマレーラリスクで取り寄せてた服そういうのがあったんですけど、うん、この秋冬から全部全国 の, あの直営もそうですけど全く余分な在庫を持たない追加在庫を持たなくて受注分だけ の,、うん、あの形式になったので例えばシマークにこのパンツが4枚入ったとするとあ、まあ、全国で仮にあの100枚オーダーが入ったとすると今まで120-130枚分ぐらい入れてたんだけど、うん100枚の受注分しか入れなくなったので要するに追加とか他で探すっていうのがほぼ一切なくなっちゃった、まあ、日本で注文があった分が日本でその分だけその分だけ以外をもう入れなくなったということ、うん、余分がないということですね。そうですそうです、うん、このご時世だからかもしれないけれどそうですね、うん、相対的に金額の、ミニマムっていうんですけれどもね金額でブランド契約を取引金額を決めといてそれであの独占的な販売あ要するに代理店形式のね販売やってたんですけど、うん、その金額の抑えがなくなったみたいなんですね、うんうん、まあちょっとこう余談なんですけどなので今まで以上に不足感は出てくるのでスマークとしてはその分もひっくるめて、はい、今まで以上にオーダーはしているんですけどもまあ、これから見ていただく一連、うん、あの女王が欲しいって今日もすでに3点言ったんだけど、うん、あのお断りしたのはそういうことですね今までだったらいいですよってで他のお店からっていうか、うん、うちじゃなくてね日本のどっかのお店からちょっと引っこ抜いてもらうからとか力技やってたんだけどね、はい、ちょっと余談でしたごめんなさい、はいまあ、そういうこともひっくるめてあのもったいなぶってるんじゃなくてオーダー、うん見ていただく現品限りってことはないんですけどうち2店舗3店舗分お題してるんでそうですね、うん、ただそれ限りになりますので、うん、よろしく見てくださいまあよっぽどのことがないと追加はできないということです、うんまあ、基本的にもうできない前提です、ね、できないもう入ってきてないから、うん、あのマックス・マーラー社っていうかあのマレーラー他のところからというあお題してないから、うん、デパートの直営でもし入ってればそこから回してもらうことはできるけど直営の品揃え、セレクトとシマークのセレクトは全く違うから、うん、まあそういうことですねですね、はい、長い余談でしたね、うん、ごめんなさい余談すぎてただそれだけいいのでねそうですねピピンってきたら本当に早いリーチしてほしいっていう、うん、はいごめんなさい、はい、どうぞどこまで話したか、うん、そのパンツはいそうこのパンツの、うんまあ、このラインがとても綺麗ですと、はい、でこれがあのめちゃくちゃ丈長いんですけど、うん、この裾 の,、うん、あの仕立て見るとこれ結構、うんまあ、こうやって詰めること前提にできてる裾 の,、うん、あの仕立てなので、はい、その部分では全く心配いらないですね全然大丈夫です切って詰めるのは普通にできます、はい、もうそういう感じの作りになってます、はいはいこれ普通に着ていただけの175くらいないと、うん、そうそうあれなんで175ある人で普通に履ける、うん、そんな感じですかね、そんな感じですね、はい、でまあこれが、まあ、ジャージ生地少しやっぱり秋物っていう部分も少し厚地なので、はいまあ、上をすっきりと、はいはい、これスパンコールのキャミに、うんうん、これは朝、うんうん、朝の、まあ、ワンピーなんですけど、まあ、羽織としてこの感じで着ていただくと、うんもう今日から明日から着ていただくように、はい、今からこのパンツを楽しめるっていう思ってこのコーディネートにしましたね、はいはいはい、もうなんか上着いらないぐらいだけどねそれだったらまあ、うん、キャミとそのパンツだけでいいよまあでもいろいろ先々まで意識しつつ、うんはい、そんな感じのコーディネートですね、うんうん、まあこの感じでいいんですけどね、うんでちょっと次とかなんかねこのパン
このパンツでも綺麗だね。いや本当綺麗ですよ、うん、ただハンガーにかかってるとちょっと分かりづらかったので、うんうん、これはもうぜひ履いてみていただきたいってやつですね、うんうん、すごく綺麗で、こちら朝百のワンピ安い安い18,480円が12,956円、はい、声小さくならないでになってます。はい、あそんな、うん、そんなワンピっていうかもう羽織だね、羽織で、こちら、はい、スパンコールのキャミが、9,350円になっております、はい、それもね、もう3割引きでやってる、一気にが、6,000 あれはい、失礼しました、うん、テレコのねすっごいテンションが効いてておすすめです。襟ぐりがちょっとね、うん、大きめで綺麗です。ですね、女性らしいラインです、ね、はい、で今言ったようにテレコなんですごい、はいはい、このラインの取り方が綺麗なんですよね、うん、はい、自然に。でこちらのイブルースのパンツ、うん、はい、こちらが25,300円になっております。結構リーズナブルね。わ、結構ね、うん、これあの見た感じつるんとしたあのポリエステル系の生地に見えますけど全然違いまして、ニットジャージです。そうです、ジャージの感じですね、はい、はい、もう本当にいいですよこのパンツ、おすすめです、はい、もっと高いかと思った、うん、俺もと思った37,000円するかと思った。では失礼します。やっぱりね最近もいろんなブランドをいろいろ見て歩いてるんですけど、このマレーラ・イブルースって何がすごいかっていうと、とにかくリーズナブル。そうですね、半端ないと思う。倍の値段つけてるようなブランドいっぱいあるもの、同じ内容で、うん、あ、これキュートだね、あ、いいよ。次はこの感じで、個人的にこれ好き、僕も好きみんな好き。いや、早速ツイードだけど、これは、うん、着せたかった、見て欲しかったってやつね。ですね、うん、そろそろちょっと秋の方に刻んできました。はい、いや綺麗です、ジャケットのこの締まり、ね、これ締まりどうよ、ラインめっちゃくちゃ綺麗です、うん、で上下なんですよね、うん、下いらないわっていう方も多々いらっしゃるかもしれないけど、これはこれでかっこいいよね、うん、で秋冬はほら天下無敵のタイツとブーツがあるからね。そうですね、このスカートだけまず普段は履けない、夏場は嫌っていう人でもいけちゃう、うん、そこからね、あの、うん、肌の透けないようなも、うん、あ、嬉しいです、私も好き、似合いそう、あ、ありがとうございます。完璧に綺麗ですよね。実際にはここから、うん、あのまあ時期進むと、うん、今言ったように、うん、肌の透けないタイツ、はい、でさらにもうロングブーツとかになってきたら、もうこのタイトの丈はすごい楽しんでいただけるので、これだったら2杯とかもね全然いけちゃうですね、うん、これ綺麗なんですよね、中にちょっとふざけた感じで、そう、このぐらいがなんかちょっとチャーミングかなと、ね、はいはい、そう思います、そう思います。決まりすぎるよはちょっとね、時期的にこのぐらい少し、うん、ふざけてっていうかおしゃれを楽しんでいただいてですね、うん、もうこのままもう着ちゃってても平気なぐらいでね。そうですね、ホテルなんか行くんだったら、まあ、あ、ホテルとかだったらそうですかね、うんうん、でテーブルについてその上着脱いだ時にその Tシャツでちょっとこう周りの笑顔を誘うみたいな、うん、そうですね、うん、ちょっと閉めた時も綺麗と綺麗、これ半端なく綺麗ですよ、むちゃんこ綺麗です。これをコレクションの時、展示会の時、一目惚れ、うん、もう潔すぎるぐらい綺麗です、アートです、しかもツイードが綺麗。そう、これツイードなんです、後でちょっと近くに持っていきますけど、はいはい、こんな感じで、まあ、下が止まってダブルの踏み、はい、でここの、まあ、ダーツ切り替えでとっても自然に、うんうん、でもあのキツキツにならない感じのラインとってますね、はいはい、
こちらに関してはこれは40になってる、こちらは40ですね、はい、こちらは、2号店が42の M で、今自由が丘のこの部分1号店もそうですけど40の、S 表示になります。これはもう好きな感じでサイズを選んでいただいていいと思います、うん、ちょっとアップでその生地見てもらって、ね、これは綺麗なので見てもらいたいですね、うん、はい、よいしょ。で、まあ、ジャケットなしのこの感じでもなんか可愛いですし、可愛い可愛い、もちろんこれジャケット単品で使っていただいてもいいので、その T シャツと足元のスニーカーで夏をしてるっていうの、そうですね、まあ、早い秋冬とリアルな夏で、この感じだったらもう全然着れちゃう、うん、そう、この条件の感じだったらそのまま出かけていただけるはずなので、はい、うん、あとツイードっていうのがいい意味でくせ者っていうのは、基本的にあのシャネルで代表されるリントツイードもそうですけれども、うん、基本ツイードって綿ベースなんですね。どんな豪華なツイードでも綿を絡めてツイードって風合いができているんですよ、はい、なのでツイードっていうのは幅広い時期に使っていただけるすごい素材ってことですね、うん、基本綿絡み、綿、アクリル、ナイロンとかね、そうですね、ウールとか、だいたい4つから5つ素材が混ざってます。その場合は何でしょう。こちらの場合は綿はないんですけど、あ、それは綿入ってなかった、まあ秋の感じなんで、いや、アクリル用もポリエステルナイロンですね、うんうん、アクリル用もポリエステルナイロンですね、まあ、アクリルが46って結構大半占めてるので、うんうん、これは発色だね。そう、色が本当に綺麗です、うん、色見えてますかね。おそらく見えてると思う。綺麗ですよ、これ綺麗美しいですなんかまじまじと見てしまった、うんうん、それそのまま残しておいてさ、うん、どちらか移動したときに次にデニム合わせのやつを見ていただく。ボタンがこんな感じ。まあこの後にちょっと他のスカートもあるので、ちょっと着せ替えたりするんであれなんですけど、うん、はいはい、早く叱ってください。大変です、あなた2時間になっちゃう。いやいや、僕は割と巻いてるんだけど本当俺が引っ張ってる、うん、はい、じゃあまあテーラーで、うん、こういうタイプの感じで合わせると、まあ、きちんと決まりすぎちゃうところがあるんですけど、はい、こういう T シャツとかで崩していただいて、はい、なんか普段を楽しんでいただくと、うん、いやでもいいな、これ色もいいな、ほんと綺麗、うん、綺麗、おすすめです。綺麗で、ちょっとこのポケットだけがあの飾りなんですよね、綺麗、うん、ポッケはちゃんとあそこで切り込み入れて作ることもできますですね、うん、じゃあお値段しますね。こちらのテーラーのジャケットがツイードです、はい、71,500円になります、はい、まあまあまあいい値段だ、いいお値段します。でも綺麗で、こちらのスカート、はい、こちら29,700円になります、はい、ああお手頃っていうか、お手頃っていうか安くはないんだけどお手頃に感じるそうですねジャケットがいいお値段しますからね、はい。で、こちらのフレンチブルドッグの T シャツが、はい、29,000円が14,600円になっております、はい、税込みです、はい、この感じ、うん、なんかいい、ね、なんかもうこの上下の感じでなんか楽しんでほしいです、うん、おすすめです、うんうん、なんか可愛い、まぬけなブルちゃんも可愛いなんかね、うん、よかったらコメントください欲しがるね、欲しがり、このツイードのスカートとかも暑苦しくないんですよね、この生地の感じと、うんうん、全然、そこの裏地の入り方とか、はい、次はこれですね、はい、これって上ありましたっけ、
そらくあったと思う。もっちさん今日休みだから確認取れなかった。確かあったと思う。あったよ、これはジャケットもあったです。でないと2色もつけてない、うん、こちらは、はい、マレーラですね、はい、これまたちょっとキュートな、うんうん、で、目白でやる前に、はい、自由が丘でやることができたので、うん、ちょっとモッチースタイル意識してみようかな。先にやっちゃった。先にやっとこうって思って。ここらモッチーさん風。うん、このスカートがチャーミングだもんね。割と王道なんだけれどね。あれ、もしかしてこれもチェックみたいな。そう、チェック。よいしょ。希少価値のある綿シルクのシャツ、シマーコの別注。うん、オリジナル別注の1枚。そう、このコットンシルクの感じはやっぱり今いいよね。いいですね、うん、真夏の、うん、まあ実際今が真夏の暑い時期なんですけど、はい、の時はちょっと、まあ、この長袖の感じが気になるっていう方多いんですけれども、羽織として使っていただいて、はい、ちょうどいい感じで、少しやっぱり時期が進んできてって、まあ、普通にブラウスとして使っていただくと、うん、またこの感じがとてもいいので、うん、まあ、このコットンシルクは長く使えますね、うん、普通にカットソーとか持ってこないでそのシャツを持ってきたっていうのはどういう理由があるの？ちょっと個人的に、うん、甘くなりすぎる。ああ、そういうことか。ピリッとしたかったのね。そう。で、僕が着せるとなんかコスプレっぽくなっちゃうからね。うん、合わせ方がだんだんとそっちの方になりがちなので、うん、意識して、うん、引き締めにいったっていう感じですね。うん、そうすると、とてもバランスよくいい感じじゃないでしょうかと。うんうん、きちんとなるね。きちんとなります、うん、まあ、足元で遊んでいただいていいですし、うんって、うん、で、きっとモッチーさんだったらこうやって着るんじゃないかなくらいの感じですね。ああ、モッチー、モッチーさん、青色違いがあるので、そっちの方で柄の風合いとか、いろいろ見ていただきますね。何か探しております？うん、黒のあれはもうなかったのかな？パンポールはないですよ。うん、あの、ロールカラーの。ないです。うん、あ、ないんだ。これが青色違いで、このゴールドのボタンが効きますね、なんか。うん、いい感じ。時期が時期になってきたら、もう本当にシマコオリジナルの針抜きリブとかリブニットの、うん、そうですね、リブニット、はい、フィットしたニットで合わせたらもう鉄板、うん、完璧です。で、ちょっとこれ見えないとこなんですけど、ここのインベル、うん、ひっくり返したところにマレーラとか書いてあったりとかね、うん、見えないところなのに意味ないじゃん。意味ないのに、うん、でも最近多いね、こう隠し味、うん、マレーラ B スマートってまた新しいやつですかね、うん、はい、そう、綺麗な台形のスカートになります、うん、はい、で、ポッケも、ポッケはこれは飾りか、うんうん、で、
前のボタンはここは外せるようになってますね、はい、全部、はい、前開きですね、前開きです、はい、でなんかまあこの感じが何でもない感じ、そう、もっち好きですね、はい、で本人もうちょっとね違うイメージでいるみたいなんだけど、あ本当似合うよね、多分このくらいじゃない、あ、うんうん、あ完璧だ個人的にはまあやっぱり上はあれカットソーかニット持ってきたいな、あカットソーかニットか、はい、個人的にはこういう感じね、うん、ちょっと引き締めたかった、うん、僕がやるちょっと柔らかくなりすぎちゃうかなって思って、うんうん、いやいやこれはこれでいいと思います、うん、なんか何でもないっちゃ何でもないんですけど、うん、もうこのまんま、はい、でこれ自体は生地もそんな薄いんだよね、そう厚手じゃなくて、もうそれは使える、そうこれはもう本当すぐ使える、はいはい、ナイロンポリエステルレーヨンポリウレタンです、あの生地が、うん、結構薄地の感じなので、はい、結構触ってて爽やかな感じ、うん、でも少しやっぱり時期的な重さ感もありつつっていう、うんうん、程よいスカートですね、こんな感じで合わせても面白いんじゃない、明明デート、あこれはこれで面白い、うん、突っ込んでさ、これもあれカットソーなんですけど、うん、ブラウスみたいに使えるカットソーとか、うんうん、この辺も面白いですね、うん、ちょっと面白いかもしれない、確かに確かに、うん、ファッション的には上を小さくフィットさせたいんだけど、逆にフィットさせてお袖がこうバルーンっていうかね、うん、ふんわりっていうのも面白いかもしれない、そうですね、はい、その感じもいいですね、はい、そんな感じですね、はい、こちらのコットンシルクのブラウスが、これねお買い得です、お買い得ですね、これはちょっと美味しいです、19,800円が13,860円になってますね、はい、でこちらのマレーラの、はい、まあ、台形のスカートですね、うんうん、こちらが31,900円になっております、はい、なんかすごい形綺麗でおすすめです、うん、ですね、全く形が崩れない、はい、よいしょ、さあこれかで、こちらですね、ここまで来るといよいよちょっと、うん、佳境に入ってきますね、佳境なんとなんと綺麗なモヘア、そう、ほんと綺麗な薄いモヘアです、透けてます、マレーラのモヘア、うん、はい、マレーラですよね、マレーラ、マレーラですね、うん、何これ綺麗でしょう、アルパカモヘアナイロン、うん、めちゃくちゃ触りが気持ちよくて、うん、でこの何といっても透け感、うん、ね、いいんですよ本当にこれね、なんか画面越しで伝わるかわからないんですけど、はい、うん、この生地感ほんとたまんないです、うん、あの結構伝わる、伝わる、うん、伝わりますかね、綺麗、うん、だ、でこの感じはもう、まあ、時期考えて、はい、最初ハイテンションとかで合わせてきたんですけど、うん、まあその感じでバッチリなんですけど、うん、まあやっぱりこのデニム、はい、インディゴのデニムにこのベルトの感じがすっごい色合わせ含め、うん、なんかとっても綺麗だったので、うん、もうこの感じでご紹介したいっていう感じですね、うんうん、もう着れちゃうね、中にキャミとか着てて、それは脱いでればいいしね、あ、ちょっと抱えて、そう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 、腰に巻くぐらいだったらもう巻けるみたいなね、あ、そうですね、うん、場合によっては肩にそう巻くんでも平気、そういう使いだったらまあ、うん、ちょっとかぶるのがあれかもしれないですけど、うん、持ち歩いていただくっていうことはもう普通に、はい、できる生地感になってます、はい、あ、こうすると生地の透け感わかるのかな、うんうん、今こうやってベルトと
ジーパンがあるんですけど、うん、この感じ綺麗なよね、これね。綺麗、すごい繊細な、うん、ベリーベリー綺麗で、他にもモヘアは入ってきてたんですけど、うん、この感じが今すごいおすすめしたい、ね、うん、お見せするのにはこのモヘアがいいと、ベストな生地の、あの透け感薄さ感、本当に綺麗ですよ、だったので、こういう感じで、うん、そう、この感じですね、うんうん、綺麗です、この透け感が、はい、で何よりこのアルパカとモヘアの柔らかさ、うん、本当気持ちいい、うん、まあ、今言ったようにその腰に巻く感じ、はい、だったらもう全然使えるので、うんうん、よいしょ、そいつそっちか、うん、まあ何でもいいんですけど、うん、ベルトがもったいないかな腕通してバッグを持たせましょうよ。軽井沢ぐらいだったらもう全然平気。あ、軽井沢、うん、そうですね、うん、朝夕は割と涼しいから、どんな7月8月でも、うん、こうやって白白白の感じ でこのインディゴ挟まってっていうところにこのピンク挟まって、なんか綺麗ですよね、うんうん、こんな感じでいいし、うん、どうせだったらこのぐらいの感じでいいんじゃない、ちょっと暑いけどね、日中、日差しの中では。日中は暑いですけど、ね。軽井沢の夕方以降だったら平気。軽井沢、うん、よくわかる。基準は軽井沢。うん、なんせ軽井沢の夏、5年間お店やってたからね。ああ、そうですね。わかる。うん、この感じぐらいだったらいいと思います。うん、そこの色も綺麗なんですよね。うん、なんか、自然素材にとても綺麗に色をの、うん、綺麗です。なんだかき氷みたい。こちらのマレーラのアルパカモヘアのニットがこちら3万1900円になりますね、はいはい、この透け感がポイントです。なんかね、このボーダーも自然なボーダーでバチバチしないでいいんですよね。綺麗です。で、綺麗、何かしてらっしゃいます。あ、いいの、いいの、一つ目とどんどん、もう一人入っちゃいますよ。てか、これはね、どうしても俺見せたいのよ、この感じって。今年のメインだから、あの、市場全体のね、その中のスペシャルを見せたいので、あとで、最後の最後、気をつけてくださいね。大丈夫です。さあ、これですね、あの女王が騒いでたやつ、これじゃないですよ。さあ、じゃーん、パンパカパンです。本日のメインディッシュ、メインディッシュ、時期は早い、されども欲しがった人がいる、うん、これですね、はい、大騒ぎでした、これ見て。もう
そこまで言われたら、はい、ライブでやるしかない。そうもうこれで着ちゃおうぜって、さすがに着ないと思いますけど、着飾っとる人ならタンクトップにね合わせる感じでロングジレっていうか、ロングジレっていうかなんていうか、半端ないかっこいいでしょこれ。そうこれめちゃくちゃかっこいいです。うん、でまあさすがに、うん、今紹介するのに中が熱い感じだと、うんうん、あの気持ちが追いつかないと思ったので、うん、このフォッシーのノースリーの T シャツに合わせて着てみました。去年から引き続きこのフリンジ、スーパーフリンジとかね、なってきてます、うん。このフリンジの入りか、この長さとかね、うん、この一本一本の感じ、うん、なんか、うん、妙な良さがありますよね、うん、フリンジでワサワサワサってなってるんじゃなくて、うん、整えてる感じ、うん、そうこの感じで、はい、見てる皆さんの季節が追いつくかわからないですけど、追いついてないどうでしょうか凍ってる皆さん、凍ってる、うん、自信あったんだけどな、うん、じゃあもう一色のを着せてください。そうこれはもうどうしてもやってくれっていう要望があったので、これはもうパス、いやもう朝から女王が大騒ぎしてたから、でパッションもお気に入りなんで、スーパーお気に入りで、で今日はダメって言ったお客様よりこれダメって。そうですよね、そう女王にぴったりですね、似合いそうってね、うん、つうかかっこいいっす、めちゃかっこいいです、はい、このね襟の、はい、この大きさ感、カーブとね、カーブ、うん、素材の感じで、この生地の感じ、はいはい、この柔らかさ、うん、で肌の触りもすごい柔らかい感じの気持ち、はいはい、生地になってますね、はい、で、お色違い、お色違いこちらね、なんかネイビーとちょっと濃いめのサックスみたいな、はい、この辺はいろいろちょっといろいろもう入ってきたんですけど、まだやっぱり早いので、うん、今日は早くても何にしてもなんかちょっとスペシャルお気に入りということで、こちらを見ていただきたいと皆さんにね。そうですね、はい、でさすがにこれより熱そうなものは見せられないと思って、はい、まだ、はい、見せてない、うん、取ってあるやついっぱいあるんだよね、これがね。ただこの感じだけはね、ちょっとご紹介しておきたいと思ったので。そうですそうですね、こういう着方はしないんだけど、場合によったらもうこのぐらいの着方してほしいなって、場合によってはね、やっぱり今のこと考えるとちょっとノースリーの感じで合わせていただいて、ただこの感じでお吸い出すっていうのもちょっと楽しいんじゃないかなって思いますね、うんうん、ちょっとどうでしょうね、かっこいいです。特別なあなたには特別なこういうかっこよさをさらっと着てほしい、うん、あとベルトがついてますね、これボタンとかホックとかも何もなくて、うん、ないです、もう本当にこうやって日常的にはベルトのポッケにしまい込んで、そうですね、今しつけるポッケが塞がれてるので開いてませんけど、うん、まあうん、まあ、ノースリーで着ておいて前閉めることがあるかどうかって言われたらないかと思うんですけど、まあちょっとね、うん、まあベルトはねあんまり閉めない方がいいですね、あのポッケに、両脇のポッケにしまい込んで羽織るっていうスタイルがこれはかっこいい、そこが実際はあのしまえますから、今しつこいで止まってない、切られてますね、はい、いやいや、うん、あるよあるよはちょっとこれをね、朝から騒いでたんで、うん、皆さんに暑いんだけど見てほしいということと、ね、こ
これはまだ出すのやめようと小時が言ってたんですけど、はい、あ、これちょっとそれ脱がして、ここまで紹介します。はい、はい、そうなの、そうなの、そうなの、さすがロンちゃんさん、その通りなの、その通りなの、本当にこのフリンチがないと別に、別にって言い方変ですけど、なんでもないです。この長さのフリンジがあるから特別なんですよ、うん、その通りなんですよ。これは僕が紹介はやめておこうって言ったんですね、うん、そうです、うん、で、ちょっとね、あんまりこういろいろあってもいけないのであれなんですけど、今年の秋冬はこれだけは断言しておきますね。それちょっと脱がして、そのグリーンをアップでまず生地を見てもらいたい。このフリンジの感じですよね、はい、うん、それアップで見てもらいたい。こちら、はい、今着てようとしてる。今年はこの素材感が、あの日本のメーカーもひっくるめて圧倒的にあのボリュームになってきますね、うん、スーパートレンドとボリューム、去年あたりからちらほらマックスマーラーがあのこれのロングタイプとかをやってて、うん、ちょっとスーパー去年、はい、大ブレイクして、で妹ブランドのマレーラ、イブルース、ま、特にマレーラか、マレーラ全く同じデザインで同じ素材を使って今回やってきてるのがこのショートと、うん、マックスマーラーではこれの超ロングバージョン、それが2型スーパー大当たりして、ほとんど国内のメーカーが今回このデザインをある意味ちょっと言葉悪いんですけどパクってます。この素材も素材感かな、はい、素材感も全部、ただまあ綺麗ですね、はい、はい、綺麗なんです。この襟のカーブも大きさも全部マックスマーラです。同じ会社なんでね、まあ、こちらはマレーラなんです。はい、今日見せるにはちょっとまだ早いってこと聞くが言ってたんですけど、これまではちょっとどうしてもパッション見てほしいと思ってあの告知ではないんですけど、この素材感、あのピンから切りまであるんですよ、すべて、うん、これは本当に上なんですけど、めっちゃいいんですけど、これの安いバージョンから1万円台からこれは5万ぐらいしたっけ、マレーラ、こちらはそうですね、6万と500円ですね、6万か、うんうん、もうね1万9000円台からこの6万7万、あとフォッシーあたりでも4万ぐらいでやってるんだけれど、うん、まあ、ちょっとやっぱり マレーラ、マックスマーラーは別格、見え方がもう全く違うんですけど、今年はこの感じ、ね、あのいろんな意味で、うん、あの目につくと思います。ちょっと今からそれを見といてほしいと思いますっていう話ですね、まあ、ちょっと意識して他の部分もこういうのを見ていただきたいと、うん、いうことですね、うん、でもかっこいいね、これこれね、かっこいいんですけど、めっちゃかっこいいね、ただ熱くないかなって思ってあれ、ね、はい、ためらってた部分なんですけど、やっぱり綺麗ですね、うん、綺麗です、ここの、はい、あの縁取りの仕方とかね、そうなの、そうなの、その辺がやっぱりポイント、それがポイント、うん、そのグリーンも限定カラーと、こちらも、はい、よいしょ、特にこちらお色違い、うん、このデザイン綺麗なんですよね、ベージュ、はいね、あの、うん、もうマックスマーラのコートとかお持ちの方もいっぱいいらっしゃると思うんだけど、マレーラもひっくるめて、うん、この襟のねステッチの叩き方、この襟の大きさ、ね、はい、これで本当すごい綺麗にシルエット取ってくれてますね、はいはい、持つんですよ襟が、そうなんです、この分量感で立つんです、立つんです、あとこのボアな感じの生地、うん、素材感が全く違います。まあ、ちょっと早いんですけど、どうしても今急遽見て欲しくなってきて
やっぱりいいでしょ、ゾクゾクするくらいスーパーかっこいいですよ。スーパーかっこいいですよ。めちゃくちゃいいですこれ。グリーンいいなって、グリーンいいでしょ。このグリーン綺麗ですよね。はい、これでなんかデニム、今もうまだちょっと早いんだけど、これにうちのオリジナルのさ、綿の2枚襟のシャツブラウスを着てもらって、こういうジャケットを羽織っていいですね、もらうとめっちゃかっこいいじゃん、うん。今はまだ T シャツとかでね、合わせてもらいたいけど、うん、ゾクゾクする、ゾクゾクしますよ、これリアルで見たら。いや、本当いいもん。いい。無理くりちょっとね、今、引っ張り出してありましたけどね。ねえ、はい、しまってたのに出してきましたね。そうそうそう、そうです、そうです。ちょっといいでしょっていう感じですね。そうですね。はい、まあ、ちょっと今こう合わせ方のね、いろんな部分であれはあるんですけど、うん、ちょっとこの感じは見てほしいですね。そうですね、はい、ファッションのムーブメントとしてはこの素材感、この厚さ、うん、あとこのボアっぽい感じのピンから切りまでありますけれども、うん、それとこの、そうですね、マックスマーラー、マレーラーラインのステッチの打ち方、ほとんど完コピーしていろんなメーカーさんやってますけど、それは値段なりです。なので、まあ別格ってことですね。はい、別格を、はい、皆さん別格の方たちなんで別格を着てほしいと思います。はい。寒くなるのも楽しみってね。寒いのは嫌ですけど、ね、やっぱりね、このぐらいが一番いいね。もっと寒くって、これのロングバージョンとかもね、ちょっとポッシーさんとかやっててかっこよかったけど。うんうんうん、このぐらいがいいね。このぐらいで時期的にこのぐらいで着られる時期、時期がいい。まあね、そういう中間季節、なんかファッションの幅すごい広いですからね、はいはい、何しても許されるみたいな。鋭いな。ん？ロンちゃんさん、フリンジのジレのお値段は？あ、ご紹介しますね、はい、言ってなかったか。そう、どこまだ何も言ってない。あ、そうか。あ、ごめんごめん、なんか急いだった。これね、そう、フリンジのこれがあるから、あるとなしでも全く別物、なかったらあんまりオーダーもしてない。そうですね、割とあるから半端ないかっこよさ。こちらが53,900円になります。意外とお手頃だ。うん、そっちの方が高いんだ。これ 6,7 万くらいかなって思ってたんですけど、7,8 万だと思うで、こちらのグリーンのボアの方が60,500円ですね、はい、ボアのこちらのグリーンの方がちょっと高いんですね。そうですね、フリンジのこれ割とお手頃、びっくり。分量使いですかね、うん、でもこの辺とか工賃かかってそうですけどね。いやいやいや、もう全然、はいそう、こうやって近くで見ても耐えられる、はい、当たり前ですけど、はい、綺麗な使いになってます、はい。このハーフコート素材は何ですかって、ボアだからアクリル系だよね。ポリエステル。うん、ポリエステルと羊毛だけですね。あ、羊毛、さすが。アクリルじゃなかったんだ、やっぱり、うん、マレーラ。アクリル入れたらもう少し、ちょっと、うん。そうだね。いや、色が綺麗だからアクリルが入ってると思ったんだけど、羊毛で出るんだね。羊毛と何？ポリです。はい、ポリが84入ってますね。うん。うん、ポリ84で羊毛が 16% ですね。です、うん、あ、だからか、やっぱり高級感があるっていうのはそういうことだ。アクリルあるともう少し硬くなるかなって感じなんですけど、うん、これすごい柔らかい。そう、もうちょいボワボワしてるんだよね、うん、これ しっとりというかふわって感じだもんね。ですね、肌触りが違いますね、はい、うん、いや本当ですね、羊毛入ってるとしなやかです、うん。ブラウンのジレリーチ見しちゃいます。我慢できないわ。いや、これは本当いいですよ、うん、さすがです、さすがです。これもだって今日朝行ったら、うん、ジョーが、何、中島さん、これちょっといいですかって言うか、ダメダメダメ、今回は枚数がないんだからっていうか、うん、ダメですよとか、とか言ってね、絶句してた。いつも、あ、いいですよって言うのにこれに関してはダメですって、ね、うん、そう、ダメって言っちゃった。大変、女王
なだめるのに早いよね、でもね、開けて大騒ぎしてるからどうしたんですかって言ったら、これちょっと欲しいんですけどいいですかって、かわいい、かっこいいとか言って、いや、いいの当たり前ですけど今日はダメっつって、これはダメ、って絶句だった。まあ我慢できない部分でこうやって楽しんでいただくと、もう少し季節早く楽しめるんじゃないかな。もうだってマジでさ、変じゃないもん、うん、この感じだとなんかいいんですよね。そう、中に、中を夏してちょっと羽織って、この感じでいいもの、おすすめです、うん、ね、こちら、ね、取って、うん、取っていただきます。かっこいい、スーパーかっこいい、よかった、はい、うん、いやカオピーさんもこれなんか似合いそうだよね、うん、今入ってもらったけど、あ、今入っていないな、うん、そうですね、うん、じゃあこちら、はい、もう一度、はい、これがお色違いが、はい、このブルーね、このブルーも綺麗、色気がある。で、お値段が53,900円ですね、うん、はい、意外とお値頃だった。それさ、冬に白いパンツとかで合わせると冬っていうかね、秋にかっこいいよね。かっこいいですね、このブルーの方が。これも白いパンツも綺麗か、ブラック、うん、どっちも綺麗です、うん、で、こちらのはい、フォッシーのノースリーの T シャツ、はい、こちら綿100ですね、はい、13,200円が、はい、これはね9,240円になっております、はい、で、こちらのいつもの裾ロールアップのデニムパンツ、はい、これスローラップしてるからこの中の涼しさっていうのを強調されて、これ羽織ってもいいのかなっていう感じになってますね、はいはい、こちらが12,980円になっております、はいはい、で、いつものホッシーベルト、うん、こちらが29,000円です、はい、そんな感じですかね、はい、いや、でもこれかっこいいよね、ほんとロンちゃんさんね、この裾の20センチのフリンジがあるから際立ってんですよね、うん、そう、これ本当、うん、いい味ね。あとこのロングジレの長さの重さを消してるんだよね、このフリンジが、うん、隙間がね、めっちゃかっこいい。あ、それも、あ、忘れてた。なんかグリーンとベージュのやつやったから、ここまでやっとこうかな。うんうん、やっちゃいましょう。なんか、はい、またね、長くなってあれなんですけど。うんうんうん、すいません、そう。いろいろね、出そうか、やめようかって、いろいろやってて。じゃあやめとこうって、分けたんですけど。でも、これまで見てください。ですね。はい。これがまたかっこいいのよね、今言った一連、羊毛ポリエステル、それもそうですね、うん、同じ配合、あの、うん、先ほどお見せしたグリーンとベージュ、はい、あちらの同じ素材だよね、同じ素材で、はい、あのところどころのシルエットの取り方も一緒なんですけど、はい、それのロング、はい、うん、これがまたかっこいいんだな、ロングの袖なしタイプ、はいはい、さっき言ったのがこれの袖付きバージョンが去年マックスマーラーで死ぬほど売れたという、で今年ほとんどというか多くのメーカーがまんまデザインを同じような感じでやってるところは多いんです、うん、ただそれはもうそれぞれの出来不出来っていっぱいありますし、なんだろうね、かっこよさはやっぱり真似できないですよね、コピーしてもですね、やっぱり一つ一つのシルエット取りからも違ったりするので、はい、素材感もそうですけど、はい、いや、かっ
こいいな、これも。そう、なんかグリーンのやつ紹介されたら、これは紹介しないわけにはいかないんで、しないわけいかない。ここまでやって、うん、今日は終わりですね、うん、いや、いやはや、かっこいい、ね、先ほどのショートの時もそうだったですね、うん、ここの、うん、トリミング、そうなの、そうなの、これが裾まで入って、うんうん、で入ってるからここがぐねんぐねんぐねんってなんなくて綺麗にライン取ってくれてます、うんうん、かっこいい。でまたロングになって袖がなくなると雰囲気全く変わって面白いですね、うん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 、袖がないから面白いと思ったの。袖付きもやってたんだけどね、うん、あ、袖付きもありましたっけ、うんうん、コレクションでね、うん、で袖付きはもう普通だったんだよね。まあこれだったらせっかくのない方が、うん、面白いっていう部分ですよね。ああこれはこれでやっぱりかっこいいね、うん、素材は先ほどのこれと一緒です、うん、はいはい、こちらのね、うん、いやなんかいいねやっぱりね、ちょっとこれでまだまだ見せてないやつとか、うん、これから入ってくる分とかってなんか、うん、いよいよなんかワクワクしてきたなっていう感じがしますね、はいはい、そうですそうです。こちらのロングのタイプが、うん、58,300円になってますね、うんうん、いいね、はい、いやいいわ。これもグリーンとかやってたっけ、どうですかね、覚えてない、ちょっと覚えてない、うんうん、まあちょっとそんな感じですかね、そんな感じですね、うんうん、今日は、はい、女王も悶絶のフリンジのロングジレとパッションが大好きなこのグリーン、声入ってる、うん何声入ってないんじゃないですか、あ、本当なんで、あ、わかんないけど声ちっちゃくなってないですか、あ、そう、うん、そう、女王悶絶のロングフリンジのコート、うん、パッションおすすめの、グリーンと、この何色っていうんでしょうかね、グリーンと、うん、まあ、グリーンをもう一回出して両方、はい、一気にねコートに入ったわけじゃないんですけど、この辺はちょっと特別なものなの で、 です、ね、はい、あの時期を見てタイムリーにっていうよりはあっという間に売れてしまいそうな自信、売れないとおかしいんですけどおそらく8月中にはもうなくなる、間違いなく、なので、うん、もう真っ先に皆さんに見ていただきたかったという商品です、ですね、はい、すぐに作れるものではないので、これはなんかイエローベージュみたいな、そうね、そうね、きれい、優しいクリームっぽいね、うん、クリーミーな、で、こっちのタイプに関してはブラウン、はい、マレーラ、マックスマラーの一番得意の色ですね、うん、いいな、そんな感じでしょうかね、はい、そんな感じです。また長くなってしまった気がする、うん、ね、はい、どこからスタートしたんだったっけ、一番最初はマレーラの朝100のワンピースから、ね、でマッケンのワンピース等を紹介させていただいて、ジャージーのパンツで、このスカートね、これ上があったような気がするんだけどね、うん、なんかありそうですね、ノーカラーの、うん、でちょっとね、あのまだ7月10、ああ20日なんですけど、うん、真っ先に売り場から消えてしまいそうなというか、間違いなく売り場からなくなる、うん、さっきのフリンジのやつとかはもう特に、そうそう、うん、もう特にね、あとそのグリーンタイプ、うん、これもそうだね、これもすぐ売れそうだね、これもね結構時期的には早めにいけるタイプなので、はい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 、もしかしたら早いかもしれない、そうですね、まあそんな感じで、あのちょっとね順を追って本当はこう季節感を見せながら進めるのが一番いいんでしょうけど、うん、特にこうワクワクするもの、もうちょっと季節感のあるもの今日いっぱい入ってるんですけど、うん、先にワクワクを伝えたくてこういう羽織物になっちゃいました、そうですね、はい、まあこれを見せていくために、うん、一番最初の方から少しずつ季節を刻んで見せていくことで皆さんの目を鳴らそうという順番でやってたんですけど、
いかがでしたでしょうか、うん、ちょっとね、ちょっとね、ワクワクしていただけるかな、うん、いただいたかなと思います、ね、特に本当今から、はい、なるべく今から着れるような、うん、あのコーディネートで提案させていただいているので、うんうんうん、もうぜひぜひ、うん、すぐお試しいただけたらって思います ね、この感じも気が早そうじゃないもんね。8月に入ったらもう普通に着ていけそうだもん、うん、中とタンクトップで中タンクで、うん、もう8月、うん、中長袖の T シャツも用意してなかったっけ。あ、一応ございますけど、うんうん、もういいか、タンクトップでまあ着るのが一番かっこいいけどね。早い時タンクの感じがいいかな、うん、なんかここまで行くと本当にいいかなって思っちゃうね、うんうん、そうだね、まあ、長袖、うん、でまあ、なんか下も少し軽くなるかなとかこういうのも用意してたりとかしたんですけど、うんうんうん、まあジーパンの感じで、うんうん、それがいい、はい、いいかなっていうところですね、はい、はい、終わりましょうちょっとね、この辺のフリンジと、そう、朝の女王の大騒ぎからなんでってもう欲しがるかそんな話から、あ、じゃあこれはもうね、うん、あのこじらせでその子がもう大騒ぎしてるこじらせその子そうそうそうそしたらね、皆さんもこういい意味のこじらせの皆さんだと思うから、うん、ね、ちょっとそのこじらせの喜びを見ていただきたいなっていうところから、そうですね、はい、ちょっと後ででしたけどそんなわけですね、ごめんなさい、はい、はいでは皆様今晩もご視聴いただきありがとうございました、はい、次回は明日ですかね、うんうん、明日ですね、モップチャンネル、うん、あの2号店のモップじゃないんだよ、モッコチャンネルになったの、あ、モッコチャンネル、そうとか、うん、あの島久目白の方のインスタグラムのライブの方で、はい、早いね、8時から、うん、そうです、20時からですね、はい、やりますので、はい、ぜひそちらをご覧ください。はい、明日もあの混ぜこぜだと思いますけど、もうちょっとあれ明日はあれか、切り口を揃えてやるか、まあ、うん、そうですね、うん、そうですねって言ってもあれですけど、僕は出ないから、はい、今日はちょっとね、いろいろ見ていただいたって感じまあ全体的に、まあ、マレラ、マーク・ケイン、うん、あとイブルスか、はい、の感じで今、はい、おすすめしたい、うん、まあ今から使えるコーディネートの感じで、はいはい、うん、紹介させていただきました、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、それでは行きますかね、はい、はい、皆さんこんばんも、ご視聴いただきありがとうございます、はい、ありがとうございます、それでは行きます、はい、This is the ファッション、ありがとうございました、ありがとうございました、うん、これいいんだけどね、やっぱりね、拍手さんです、はいはいはいね、この感じね、そう、うん、マックスマーラの激売れっていうのはよくわかるよ ね、 ね、マックスマーラでやってたんですね、うんうん、あの、それ付きだよ、うん、綺麗だもんな、いや、ありがとうございます、あら、結構やってたのね、ん、失礼します、うん、